皆さん、こんにちは。こんばんは。爽快キクです。今回もね、競馬予想をしていきたいと思います。第82回、大花賞でございまーす。さて、先ほどね、コンビニ行ってね、ダイスポ買ってきました。まあ、それでね、おなじみの、ホーイチャーラテをね、いただきます。まあ、ゆっくりまったりと行きましょう。あの、ダイスポを買ってきてるんですけど、予想はね、あの、携帯の JRA 版で行っております。 あの、事前に予想はしてるんですよ。たった今買ってきたところなんですけど、今5時17分ですね。はい。たった今買ってきたところなんですけど、まだ記事を読んでないですね。はい。ねこれ美味しいですよね。抹茶ラテが一時期流行りましたけどね、俺らの高校生時代ぐらいね。フォーチャラテは結構最近ですよね。さて、大スポー、桜花賞 V4 回男には見える踊れ。 タバラセミルコ・デムーロ、テントウムシ V の三番。タバラ原イキさんの本命は、あ、これ言ったらあかんのか。言ったらダメだね。はい。さて、爽快キックのね、大歌賞の本命馬を発表します。じゃかち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 ゃーん。馬番。18番、オーストー、ナミュールでございます。<laughs> これでね、あのー、ナミュール外される方多いと思います。 何を隠そう高松の海記念から予想を始めましたが、まあ、カッたアがね、1着2着3着、抜け抜け抜け。えー、大阪へも1着2着3着、抜け抜け抜けでした。まあ、それでね、予想はしてないんですけど、フェブラリーステークスも、あの、1着2着3着、抜け抜け抜けだったんで、今までね、カッたア三3着内に入ったこと、今年の G1 では一度もありません。はい。なかなかね、ヘルプリですが、はい。 ナビルもね、ひょっとしたら消えてしまうかもしれないなーっていうね。うん。まあそれでナビル本命ですね。うん。まあそれでですね、あのー、一着実、一着軸の3連単買いたいと思います。二着下まってねえよ。二着三着にはね、あのー、まあ外ばっかりで行きましょうか。サークルオブライフ。デムロですね。プレサージュリフト。トラキロッキーですね。はい。 まあそれでね、ライラック、福永ジョッキーで攻めたいと思います。これでナミール1着付けの2着3着3頭くっつけるんで、6点になるんですよ。まあそれで前日予想はその6点で勝負したいと思います。あと4点、パッド1000円入れてるんで、あと4点買えるんで、まあ4点かわかりませんけど、ね、400円買えるんで、まあ直前ね、あのパッド見てから買い足してもいいですかはい。まあそれでひょっとしたらね、あのー、 前日予想ではなくて、統一予想の分で、マンバ県とか当たってしまったら、ちょっと、申し訳ないじゃないですか。もちろんね、あの、JRA、えー、なんだっけあれ、クラブ A パッドの方でね、あの、結果をね、あのちゃんと証明しますんで。あい,いらぬ心配ですかね。<laughs> いらぬ心配ですか。そんな心配する必要ないですかね。 まあこのね、6点でいきたいと思うんですけど、ちょっと予想について触れましょうか。まず、大歌賞とい言ったらね、一昔前はもう、外差し天国だったんですよね。ただこの5年ぐらいですかね、結構うちで粘る馬も、まあ、結果が出ているようで、外差し一辺倒ではなくなってるみたいですね。はい。まあ、それでナベールのオストワクっていうのは、まあ、ね、ちょっと前までの、も、ま、う、あ、まあ、 大箇所だったら、まあ、一番いい枠じゃないのかなって言えるぐらい、まあ、いい枠だと思うんですけど、まあ、最近の、ちょっとやっぱり舐める出遅れ癖があるんで、遅れて、ね、大ブぶ回して届くババではないと思うんですよ。まあ、ちょっと土曜日のババ確認して、まあ、先週が大阪杯が、まあ、土曜日は結構前が残っていて、日曜日、察し競馬になったんですよね。 外のがいいような感じがして、まあそれで今週どうなるかなと思って、まあ B コース開催、B コースガわりじゃないですか。ね、それでババはどうなるかなと思ってたら、やっぱり、うちがいいみたいなんですよね。阪神頻発テークスでもね、内枠の、ね、あのー、なんだっけ、名称の穴間が来てましたね。出てこないわ。あの、<laughs> 名称スザンヌじゃなくて、名称、えっ、ー、と、出てこないな。ね、名称、<laughs> あの娘ですよね。 ね、うちからスルリと来て、ちょっとあれは読めないなっていう穴だったんで、まあ、今回、岡章でもうちからね、刺してくるまがいるのかもしれませんよね。まあ、そのあたり、ね、日曜日ババ見てか、か、確認してから買いたいと思うんですけど、まあ、うち刺したとナムラクレア。まあ、それでやっぱり人気になってるのがウォーターナビリラですよね。もう追い切りが抜群によくて、もう生涯最高潮って言ってるんで、まあ、ただオイラは買いませんでしたけど、うん。まあ、皆さん買われるらしいんで。 ね。オイラーが外してるっていうことは、この辺りやっぱり臭いですよね。ただ人気してるんでね。2番人気っていうのはね、ちょっと、買いづらいなーっていうところですよね。はい。うん。まあ、それでね、あの、サークルオブライフはもちろん阪神ジュラルフリーズの勝ち馬で、まあ実績になるまで、チューリップ賞がね、残念だったんですよね。3着に敗れて。まあ、ただ前哨戦なんで、パドック見てもね、それほど仕上がったイメージはなくて、まあ、 お菓子に向けてね、仕上がりは上がってくると思うんで、まあ、デブルもね、引き続き起用するんでね、まあ、期待してるということなので、まあ、これね、まあ、有力ですよね。まあ、このね、ナビールは、俺らは抜けてると思うんですよ。チューリップ賞見たらね。うん。まあ、阪神ジブラルフィーズ4着に敗れてますけど、まあ、大手遅れでね、うちをさばいて、ま、うち悪かったんでね、ババがね、4着という競馬でしたけど、まあ、あれが実力ではないと思うし、まあ、チューリップ賞の勝ち方が見事だったんで、 まあ、この、おそらく引いたことによってね、もう、まあ、オーソブ分増しになるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ただ、そんな候補から行ってね、オーソブ分増しで届くかなって言ったら疑問なんで、ある程度ね、チューリップショーに前につけて、だから出遅れてね、出遅れたらやっぱり、インをつくしかないでしょうね。半信ジベラルフリーズみたいにね。うん。オーソブ分増しで届くババアなのかなと思ったら、ちょっと疑問ですね。まあ、それで、プレサージュ、えー、っと、プレサージュリフトですね。はい。合ってる。 うん。まあ、クイーンカップね、あのー、外からね、刺してきて強い競馬でね。まあ、これが、まあ、ナミルと同じハービンジャーサープでね。ハービンジャーの当たり子なのかなと思うんですけど。まあ、これの、ちょっと、あの、名前が出てこないんで。あのね。やっぱり、あの、戦績が載ってないと説明できませんね。ね ちょっと長々と話してますけど、まあ、もうちょっと手軽にやりたいんだけど、うん。まあ、それで、あのー、まあ、プレサージュリフトが前奏を破ってるスターズ・オン・アイス・アースですね。これが出てるんですけど、まあ、クイーン・カップで,で2着だったんですけど、フェアリー・スティックスでも2着だったんですよね。それで赤松賞でナミュールに0秒5差で破れてるんですよね。はい。この間がやっぱりスターズ・オン・アースがね、物差し馬になってるようで、 やっぱりこのあたりのスターズオンアースに勝ってきた馬がやっぱりドングリの聖クラブだと思うんですよね。まあ、その中にウォーターナビレラとかね、ナムラクレアとかも入ってると思うんですけど、まあ、このあたりも展開によって着順変わってくると思うんですよね。それで意外と人気がないのがライラックでね。ね。まあ、そうそう、それでね、あの、データちょっと聞いたんですけど、YouTube の動画で聞いたんですけど、あの、何キロ以下って軽い馬がちょっと 結果出てないらしいですね。最近農家賞ではね。450未満でしたっけナムイルもね、ライラックも軽いまなんで、最近のデータから言ったらちょっと危ないんじゃないかなと。ね、かなり2着3着が精一杯っていう感じらしいですよ。軽いまはね。まあそれで500キロ以上も相性が良くなくて、460から500キロ未満って言ってましたね。はい。 うん。まあ、それ考えても、ウォーターナビラーってちょっと怖いんで、竹井とかジョッキーと竹こうしう、竹ケコー調教師のね、コンビで、俺らは消しましたけど、皆さん買われる、買われるって言ってるんで俺、俺ら最初から消すつもりだったんで。まあ、ただ2番人気だからね、なんか、うん、買っても、しゃあないかなと思って。うん。ま、当中ね、パドク良くても、ちょっと買わないかな。うん。2番人気ではね、うん。まあ、それでライラックですね。はい。ライラックもフェアリーステークスで、 あの、えー、スターズ・オン・アースに勝ってるんですよね。この辺りがやっぱりドングリの背比べで。まあ、それ考えていたらベラ、ベルクレスターあたりもね、あの、僅差なんですよね。このまま、阪神ジュメラルフィリーズでね、結構強く勝っていて、まあ、ちょっとね、あの、松山ジョッキーが仕掛けどころが悪かったのかなという感じでね。うん。まあ、クイーンカップも悪い競馬ではないので。ベラクル、<laughs> ごめんなさい、ベルクレスターあたりもね、怖いなと思うんですけど。 うん。えっ、ー、と、シ付けておきましょうね。ナミュルね。はい。ナミュル20丸で。サークルオブライフ。えー、プレッサージュリフト。ライラックですね。ラブリーユアイズもね、このま,ま県内だと思うんですよね。このままもう、阪神ジュメラフリーズ2着なんで。まあ、どんぐりの性比べですよね。ロゴタイプ3クっていうのがね、まあ、熟のマイラーですかね。どうですかね。うん。 まあだからうちがね、やっぱ結構 B コース代わりで、まだ悪くはなってないのかなっていう感じなんで、うちで来るとしたらどうなんだろうね。まあサプライズアンセムあたりがフィリーズレビューでね、これ時計が1分19秒9だったんで、かなり高時計でね。まあそれでナムラクレアを破ってるんですよね。これもね、祝った未来ジョッキーか。ね、穴っぽいですよね。うーん あと、ピンハイあたりがね、チューリップショーでね、これ打ちついてね、刺してきたんで、高倉ジョッキーがね、うん、また似たような競馬をね、あの、頭に描いてると思いますけど、うまく内側空いたらね、これなの、でも軽い間なんだよね、うん。ねイン刺しっていうのがやっぱり、ね、穴になってくるのかな、ひょっとしたらね、ピンハイとか、ナムラクレアとか、ナムラクレア人気してるんで、アリーリングウェイとかね、これまあ先行するのかな、藤岡ジョッキーね、うん、藤岡兄。 パーソナルハイ。この馬も、まあ、ナミールの赤松章の2着なんですね。ね。パーソナルハイ。吉田豊。か。うん。弟が活躍してますけど、吉田豊たかジョッキーもね、まだ、ね、くたばる年じゃありません。くたばる年って言い方悪いな。<laughs> もうちょっと上手い言葉使えよってう。うん。 あというわけでね、この6点ね、六点はもう絶対買えますんで、皆さん外して買ってください。はい。まあ、それで当日ね、あの、何かしら考えたいと思います。まあ、それではね、皆さん、お箇賞を頑張りましょう。うん、放置者ラテをいただきな、これから有名詞ですね。はい。うん、放置者ラテおすすめですね。あ、うじ茶ラテじゃねほうじ茶オ俺だ。<laughs> それではご視聴ありがとうございました。また会いましょう。